歌手をやめようと思ったことはありますか？向いてないのかなとか、ダメかもなって思ったことは何度もある。歌手をやめようと思ったことはありますか？でもね、それ考えたことがあって、向いてないのかなとか、あ、もうダメかもなって思ったことは何度もあるけど、やめた方がいいかなって思ったことはもしかしたら一回もないかもしれない。そこまで思ったことは。仕事でいじめられたことはありますか？いや、私ね、鈍いんだと思うんだけど、これっていじめられてるのかな、なのか、いじられてるのか、どっちっていうのはある、あったけど、いじめはないな、いじめはない、さすがにそれはないけど、なんかちょっといじられてる感じなのかなっていう時はあったかな。え、いじめってどういうこと？衣装がボロボロになってるとか、ペンキが塗られてたとか、そういうこと。山口百恵さんが紅白の衣装が腐れたとか。ああ。ないない、ない、それはない、さすがにない、今ないよ、そんなことないと思いますけどね、うん。仕事で最大の失敗は何ですか？最大の失敗っていうか、それはもう誰のせいでもないっていうのは、うん、失敗っていうか、ドレスがファスナーが壊れて、最終的に背中がばっくり開いてたとか、そういうのはあるかな。あとスリットの入ったドレスを着なきゃいけないのに、膝下ストッキングを履いてたっていうのはちょっと恥ずかしかったけど。歌をうまく歌うにはどうすればいいですか？そうだな、もちろん才能もあるとは思うんですけど、努力することで上手くなることも絶対あるから、やっぱ歌うことじゃない？いっぱい歌うこと、いっぱい歌って、あと客観的に聞いてみて、探究心が大事ですね、うん。緊張しないようにするにはどうすればいいんですか？緊張しないようにするには、そんな人いないでしょ。緊張するでしょ、みんなする、する。それが表に出るか出ないかの差なだけで、緊張しないと、逆に緊張感がないと良くないと思うんですよ、うん。スターになるにはどうすればいいんですか？え？スターになるんですよ。それは私は聞きたいよ。やっぱりスターっている人ほど努力は絶対してると思うし、何もしないでスターになった人なんて絶対ないでしょうからね。そうだね、それは本当のスターに聞いてください。いつも心がけていることは何ですか？いつも心がけていることは、自分がいつも一番大変だった時のことを忘れないことですね。歌の勉強はどうやっているんですか？え、歌の勉強？歌の勉強って何？初めてその曲をもらって、歌の時とかに何からやるんですか？あ、そういうことね。自分の歌の時は詞をいただいて、まあ大体詞と曲が一緒に来てデモテープを聴くっていう感じなんだけど、まあ、2、3回先生のその声のデモテープをつるっと聞いて、あとはその詞を見てどういう風に歌ったらいいかなみたいな考える感じ、うん。歌詞はどうやって覚えるんですか？歌詞はいろいろいるんですよね。書くとか、私はずっと見てる、ずっと見て、まあ、黙読して、まあ、こう口で言ったりして見て、で歌う時にその見ていた映像がこの辺に出てくるっていう感じですね。
終わりです。あ、終わり